長紹介をさせていただきます。
で余談ですけど、伊藤ガバナーの、息子さん の, あの奥様が、マシコさんなんですけど、こういった城西クラブというの会員でございまして、でちょうど、会員の会長なので、今日は熊本の別府に出席をしております。まあ、そういうような、ご用意をございましたし、でまた、最近では、他にするガバナーに排出して、チームを引っ張って、そういうクラブとしての、存在をしていらっしゃるというね、本当にありがとうございます。まあ、そうやって、歴史のある、ロータリークラブで、私も個人的に非常に、尊敬している、先輩方がたくさんおられまして、そういう意味では、中津が70周年を迎えられたというと、まあ、本当に喜んでおります。で、その、70年という、歴史を通してですね、地域に支えられて、そしてまた、人材を輩出して、地域を引っ張ってこられた、中津ロータリークラブの、また今後に期待をして、皆さんと一緒に灰をあげたいというふうに思います。では、では皆さん方の、中津、ロータリークラブが80年そしてまたその次100年になってですね発展していかれることにしてみんなで拝をあげたいと思います。それでは、我々 の, ロータリーに乾杯。Thank you.
伊藤本当に皆様のおかげで素晴らしい大会ができました。ありがとうございます。これからもできまして、最終審査の記念式典、記念懇親会、一本で締めたいと思います。皆様、ご賞はよろしくお願いします。はい、よー